久保さん、今回モハーメド・アリーにしましょうか不可能とは自らの力で世界を切りにく,くことを放棄した臆病者の言葉だ不可能とは現状に甘んじるための言い訳にすぎない不可能とは事実ですらなく単なる先入観だ不可能とは誰かに決めつけられることはない不可能とは通過点だ不可能とは可能性だ不可能なんてありえないモハーメド・アリーとしびれますね <laughs> まあ僕はねあの,あの人類が宇宙に行ったことをよく 例えるんですけどもし人類の人たちがあ宇宙に行く地球の星から宇宙にとあの地球から飛び出すなんてことは不可能だってみんなが思ってれば絶対実現しなかっただろうしまあ去年ですかあの前澤社長民間で行きましたからねすごいですよね僕はもう時代本当に変わったなと思ったんですけど宇宙ステーションの中で YouTube やるみたい。 どんな YouTuber やねんみたいな。もう企画外もいいとこですごいなと思いましたね。宇宙で YouTube の動画撮るんですよ。すごくないですか <laughs> でもこれ不可能だと思ったらみんなそんなことはできてないでしょうね。どうですかねみんなが不可能です。宇宙なんて行けるわけないよってみんながそう思ってたら、そういう先入観でそういう風に思ってたら、絶対人類宇宙行ってないし、宇宙に宇宙ステーションなんか作れないだろうし。 だから僕は不可能なことはまず1ミリもないと思いますね、不可能なことは。ただ、あるとするならばであるとするならば、そのも、持った限界ですよね。限界。例えば、その、うん、例えば人間が100メートル走を1秒で走るっていうのは、多分、これはもう限界を超えてるので、限界を超えてるというか、何ですかね。それは僕は不可能だと思います。先入観でも何でもなくて、 マジでそれは無理だと思います100秒1秒で走れるっていうでもし可能がその百秒人間が100秒を1秒で走れるオリンピックで100メートル走が1秒台になっていくっていうところにもしなるんだったらそれは何か機械をつけるとか何か筋肉のなんか補助をなんかつけるとかまあでもそれは許されてないのよねオリンピックでドーピングとかその機械を入れるとかねうん だから人間の足が足じゃなくてロボットの足になる,なるとかね。どれだけ頑張ってもさすがに1秒で切る、一秒台で100メートルは僕は無理だと思いますね。だからそのなんだろうな、チーターの限界とかライオンの限界もあるじゃないですか。その動物としての限界というか <laughs>。うん。チーターとかもね、足速いと思いますけども、車に勝てんのかっていうと、F1 の,のフェ、ね、F1 とかに勝てんのかって言うと <laughs>、 それは無理じゃないですか。だかそういう無理ではなく、何すかね、この先入観に対しての不可能ですよね。うん。だからこれはもう、モハメド・アリさんが非常に言っている言葉が非常にいいんじゃないかなと思いますけどね。うん。だからその億万長者合宿に参加すると億万長者になれるんですかっていう、その先入観だったりとか、 そもそ,そもそもそもそ,それを質問する時点で自分は億万長者に、えー、なれなんだろうなうんなれななんだろうななれないと思っているなまあなれたいと思っているというかな慣れていないというかんですかねどういう言葉がいいんだろうなうんそれを自分のことを 置き換えてない,というかですか、ね、まあ僕からするとね目の前にねマージャン店のおっさんがネットビジネス始めて奥稼ぎましたっていうのがいるわけじゃないですか <laughs> それを見てどうどうどういう先入観かですよねどういう先入観を持ってるかっていういやそれはマージャン店やってたからそれはなんかその経営する能力があったから なんか億万長者になれたのかっていう考え方捉え方受け取り方をするのか受信をするのかマージャン店のおっさんでもネットビジネス40歳から始めてねパソコンでネットで稼げるようになったんだったら俺もできるよなっていうふうに受け取るのか受信するのか解釈するのかで全然違うじゃないですかで僕はそっちの後者の解釈の方が可能性は広がると思いますし 実際それいるので。うん、でそれを見てね参加しようかしないかってその話を聞いてね参加しようかしないかって思ってるわけじゃないですか。<laughs> うん、だからまあ解釈受け取り方がまあねひ,よひ弱というか、うん、で僕もずっと発信してずっと言ってますけど、まあ、僕の人生っていうのは僕しかわからないんで。 僕もクソみたいな人生を送ってきましたから、まあ、今もねすごい人生だとは思わないですけどもでも一般的にその悩みをもらう側ですよね相談する側ではなく相談される側になって思うことがこんなクソみたいなやつに相談されるんだみたいなクソみたいな人生を送ってきた僕に相談する人がいるんだなっていうだからあなたも相談される側にやろうと思えばなれるっていうのはずっと言いたいですけどね うん、そう。いってらっしゃい。